がするんだ。なんて小さなツバメの大きすぎる夢かもしれないけど、僕がなんて言いたいのかっていうとね、誰でも誰かの幸福の王子になれるってことだよ。
本日は最後まで本当にありがとうございました。アートキャットはこれからも地域の皆様とともに子どもたちの健やかな成長を応援したいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。